次に足立康君。はい、足立君。日本維新の会の足立康でございます。赤羽大臣には新型コロナもね、大変な中、いろいろ国土交通省の立場から、力を尽くしていただいていることを心から敬意を申し上げたいと思います。新型コロナについては予算委員会、等でですねやってますので、今日はまあ分科会ということですから、少し普段気になっていることを議論させていただきたいと思います。それから今、他の委員からですね、何か大変レッテル貼りみたいな、ひどいと国民から言われても仕方がない、そういう質疑がありました。刑事事件は刑事事件、政策は政策、これをしっかり立て分けていかないとですね、もう日本社会はぐちゃぐちゃになりますから、しっかり、我々もですね、私は大阪の選出でございますが、国に先駆けて透明な接触ルール、こういうものを作ってやってきてますんで、レッテル貼りについては異議をですね申し上げておきたいと思います。さて、ちょっと今日ごめんなさいね、順番変えていいですかね。気楽にやってください。難しいこと聞きませんので、もう準備されたものはちょっと置いておいても答えれるような質問しかしません。実は地域でですね、すごく最近気になることがあるんですね。私の地元でもね、数百億、150とか200億の市民会館の建て替えとか大工事が、ありますね、どこでも。特に大阪はですね、50年前の大阪万博の時に作られた町が今更新期に入ってまして、そういうのが多いんですね。私の地元、茨城市っていうところ、大阪府の茨城市っていうところですけど、個別案件今日やりませんが、150億、最終的には200億を超えると言われてます。その大工事がですね、随景で行われてるんですね、随景で。で、国交省、事務方で結構ですけどね、その国交省、今日は国交省はですね、模範的なルールに基づいて仕事をされてる代表選手として、国交省、国交大臣にいていただいてて。むしろちょっと総務省をですね、何してんだという話ですから、稔川副大臣、気楽に。国交省の直轄事業ではね、私も霞が関にいましたからよく分かります、そんな工事にね、随景、公募型プロポーザルとか言って、こうオブラートをかぶせてますが、随景ですよね。調査とか調査事業とかではよくありますが、工事に、大規模な工事に、この公募型プロポーザルであれ、なんであれ、随景を適用するってはもう聞いたことないんですけど、国交省、どうですか、ありますか、そういうの。戸川大臣官房技術審議官。順番変えてすみません、お答え申し上げます。気楽にやってください。国土交通省の発注工事でございますけれども、平成30年度、直轄の8地方整備局の発注の契約件数の状況でございます、契約の状況でございますけれども、一般競争入札が 90%、指名競争入札 1%、随意契約 9% となっている状況でございます。大規模なものもですね、一部、随意契約でさせていただいているものもございまして、これはですね、技術提案交渉方式という方式でございまして、使用の確定が困難な工事に関しまして、技術提案の、審査および価格などの交渉により、使用を確定し、予定価格を定める方式というものでございます。今おっしゃったように、9割方はね、これ、一般競争入札ですよ、これ当たり前ですよね。総務省ちょっと来ていただいてます。通告の仕方がちょっとあれかな。総務省ではそういう、総務省ではね、そう、自治体のそういう、なんて言いますか、工事、これは一般競争入札やるのが当たり前だと思いますが、
こういうその例えば百何十億、二百億の事業について随計を取ることができることになってるんですか。総務省森大臣官房審議官。総務省でございます。答弁させていただきます。彫刻団体の契約の締結につきましては、最も競争性、透明性、経済性等に優れた、一般競争入札によるということが原則でございますけれども、常時地方施行令167条第1項各号におきまして、そこで定める要件に該当する場合について随意契約により契約を締結することができるというふうになっておるところでございます。また彫刻業団体が一定以上の金額の契約を締結する場合には、常時地方96条1項5号におりまして、議会の議決ということがご案内のとおり必要とされておりますので、各契約に対するチェックが議会において行われているところでございますけれども、各区長団体においては法令にのっとった最も契約の適切な契約の締結を選定されているというふうに承知しております。足立康君。実はね、事前にだいぶこれ議論しました。で、総務省がね、結構僕は適当だと思うんだけど、総務省が悪いというよりは地方公共団体が、自分で決めていけばちゃんとやってるとかちゃんとやってる。で、最後はね、今みたいにね、いや議会があるから大丈夫だということを言うわけですよ。議会がチェックする。でも議会がチェックするためにはちゃんと情報公開されてなきませんよね。あるいは議会にそういう調査権、権限、それを調べる権限を付与しないといけない。しかし今私の地元なんかでも、例えばそれからもう一つね、あれですよ、例えばその公募型プロポーザルの随計ということをやってるんだけどね、市長さん自身が採点するんですよ。で、市長さんが何点つけたかは分からないんですよ。ね、それでちょっと国交省もう一度、その国交省 は直轄事業だから発注者、ね、発注者が国交省ですよ。だちゃんとその国交省の中でもね、こう部署をファイアウォールでこう整理して、発注する部署が採点することがないようにということをしていると聞きましたけど、そうですね。はい、戸川大臣官房技術審議官。お答え申し上げます。国土交通省では全国の河川国道事務所などで多くの工事業務を発注しているところでございますけれども、その際の発注の責任者といいますのは契約の責任者でございますが、事務所長ということでございます。技術評価の結果についても、事務所長が責任を持つことにはなるんでございますけれども、基本的に評価原案につきましては、同じ事務所の部下職員が作成するということになっております。評価原案の作成および最終的な、評価を決定する際には、競争参加者が特定可能な箇所を、具体的には建設業者等の、名前のところをマスキングするということ、また積算業務を行う部署とこの技術評価審査を行う部署を分けること、またマスキングした上で、最終的には事務所長や複数名の副所長等の幹部が入った入札契約手続き運営委員会において、評価原案の確認および最終的な評価を行い、決定しているという状況でございます。公平性の確保にこのように努めているということでございます。以上です。国交省はこうプロですから、これも徹底してそういう公正性、特に外形的公正性といいますが、国民から見て、適正にやられてるなと思えるような状況を作ることが大変重要です。ところが、先ほどの自治体、例えば私の地元でも、市長さんと担当の部長さんかな、担当ですよ、まさにそれを推進してる人たちが採点してるわけです。じゃあこれ取り締まるときに、これ官製談合の恐れとかが僕はあると思うんですが、僕知らなかったんですけど、公正取引委員会ってありますね。で、官製談合防止っていうことを公取はやってます。じゃあ私の地元みたいなところで、例えば市長さんと特定の事業者がこうなんかこうやってるとするじゃないですか、こう不公正と思われても仕方がないような取り組みをしているとするじゃないですか。それ僕、公取がちゃんと見てくれよって言って公取に言ったらね、僕たち知りませんって言うわけですよ。談合は見てるけども、
相対のそういう複数の事業者ではない特定の事業者と役所の関係は公取の所管ではないと聞きましたが、そういうことですか。公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功さん、お答え申し上げます。国地方公共団体等の職員が入札談合等に関与していると公正取引委員会を認める場合には、いわゆる官製談合防止法第3条の規定に基づきまして、当該国地方公共団体等の長に対しまして改善措置を講ずべきことを求めることができます。言い換えれば、この公正取引委員会による改善措置の要求といいますのは、事業者による入札談合等があることを前提として、行うことができるものでございます。委員長、あ、ごめんなさい、ちょっと事前のあれがもし不適切ならもう一回教えてほしいんですけど、要するに複数の事業者が関与しているとっていう議論があったんですけど、それは違いますか。複数の事業者をの談合を談合と言い、それが特定の事業者一社だとそれは公取の力が及ばないって聞いたんですけど、それは違う。ちょっとわかりやすく、粕渕経済取引局長。お答え申します。入札談合といいますのは、もともと事業者が共同して行う行為ということになりますので、したがって、事業者が複数の事業者が共同して、談合を行うということが前提ということになります。足立、そういうことで、これモントリレクの時も実は関係省庁の人たちとへーって言って結構感動してて、みんな知らなかったんですけどね。要は複数の事業者が関与したときに公取が出てくるんです。例えば市長さんが特定の事業者とこうつるんでると、だからこれエンフォースする、この取締りをエンフォースするって言ったら、それは公取じゃないらしいんですね。間違ってます。そうだよね。さっき言ったように、一定の関与があるのかな、ね、ちょっと私の断定が間違ってたらまたゆっくりやりますが、したがって結論はですね、国はもうそれはテレビは追っかけてくるしね、緑川副大臣、もうきっちりやってないと大変なことになる。だからもうきっちりやってるところが多いですよ。公文書はちょっと別だけどね。だけど地方公共団体って結構ルーズで、なかなかそういう取り締まりが及ばないというふうに私は認識をしてます。そのむしろあれですか、そういう工事に随形を使うっていうのは最近流行りなんですか。総務省森官房審議官。お答え申し上げます。評価点を用いたその競争方式ということでございますけれども、これは価格のみならず、性能、機能や技術力を評価することで、彫刻団体にとってより良い調達を実現できる可能性があるということでございまして、昨年6月に改正されました公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく基本方針におきましても、発注する工事の内容に照らし、技術提案を求めるよう努めるものとされまして、またその際には、技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準、得点配分に従い評価を行うものとし、また各発注者は説明責任を適切に果たすという観点から落札者の決定に際しては、その評価の方法や内容を公表しなければならないと、このような形になっておるわけでございます。またこの公共流行ってんの、はい、そういうことでこの品格法も含めまして、こういった技術提案方式というものは性能、機能や技術力を評価する必要があるような場合には推奨しているものというふうに承知しております。以上。足立康史君。いいや、とにかく私の地元ではね、だから50年ぶりの大工事がこれからあるんですね。だからこれね、あんまりいい加減なことをやってるといかんのじゃないかと思ってるんですが、今あったように、要はちゃんと説明責任を果たす、で議会がちゃんとそれをチェックする、でそのためには例えばね、こう採点するじゃないですか、例えば数人の方が採点する技術点で、それ、市長さんと部長さんが入って、バーン、得点とか上げたら、もう入っちゃいますよね。だから要は、当事者が何点つけたかぐらいね、
これ公表義務化しとかないと、そんな苦しまないで、そのだってチェックしようがないじゃないですか。で議会が今あの中身見せてっていうことをやってるようですが出てきません。どうしたらいいですかこれ。どうしたらいいですかってちょっと要すればそういう要すれば説明責任を果たすとか議会が調査できるとかそれをやれるような枠組みはね総務省がちゃんと作らないと。だってできるという制度は皆さんが作ってんだから、そういう随形ができるという制度は皆さんが作ってんだから、それを公正公平外形的公正性を保つためにちゃんとやらせる制度的やるような制度的枠組みを作るのは皆さんの責任じゃないですか。いや今それがちゃんとしてないのは分かってるよ。ちゃんとしませんがちょっと。森大臣官房審議官。お答えいたします。あのなんかいろいろ説明したくていいよ。そういうのをやるべきだと思わない？はい、あの先ほどの品格法に基づくあの発注関係の運用指針の中でもあの評価の方法を明らかにすることとか評価の結果を早期に公表することとか入札監視委員会等の第三者機関の活用こういったことを求めておりまして、はい、まあ、総務省もあの国交省とともにこれはあの適切な運用を求めるというような通知を発出しておるところでございます。またあの適正性の担保のところというところでございますけれども、まあ、官製談合の防止に向けた取り組みとして、まあ、入札に関する情報管理の徹底とか職員のコンプライアンスの徹底といった各官の措置を総合的に講ずることで公正な競争の促進を図れというようなことを厳正不正行為に対して厳正に対処するようにこれもあの国交省ともに要請をしているところでございます。以上。足立康君。あのそういうことが、ね、しっかり行われてないですよ。だから一回ねちゃんとなんかもう一回ちゃんとやれって言った方がいいですよ通達かなんかでね。で僕はあのこのやっぱりあのこれから地方の時代ですから大阪府市大阪府下の維新の会が首長やってるところはちゃんとやってますけどね。それ自らルールを作ってルールがないんだから、だから自らルールを作ってやってますよ。身を切る改革なんて その最たるもんですよ。要すればね市役所の職員、まあ職員の人は頑張ってるけどそういう、まあいいややめとこう。まあ、とにかく、まあ、政党は政党として役割を果たしますよ。しっかり政治の責任を果たしますよ。しかし総務省もね、あの地方丸投げで、要はそのできる方ばっかりやって、それをこう取り締まる方の枠組みを作らないのであればね、そもそも制度を作るところから全部地方に任した方がいいですよ。総務省がそれちゃんとやらないんだったら、もう総務省なんか潰した方がいいですよ。特にあなたの部署。ね。というのは言い過ぎですね、みのりかわさん。でね、なんでこういうことを言ったかっていうとね、他にもいっぱいあるんです。例えば、森友学園で有名になりました、野田中央公園。ね、野田中央公園については、ね、私がいろいろ、まあ、大臣細かいことは大臣には聞きませんから、引き続きのんびり聞いておいてください。いや、もう大論争になりましてね。なんかそのいや私がね、いや要は森友学園に昭恵夫人が関与してたからしてたと、してたって、まあ、関係ありますよね、校長、名誉校長だっけ。で、その時に、その何、払い下げ、国有地の払い下げが、若干その問題があったと言われてます、もうちょっと時間ないんで、いろいろ飛ばしますが。それは財務省もですね、一定ね、一定、まあ、課題はあったということで、またなんか対応はちょっと考えているというふうに言ってましたが、それをね、国会で追及するのであれば、したらいいですよ。でも、同じような案件が他にもいっぱいあるんだったら、全部やらないと意味ないでしょ。だから私がずっと言ってるのは、いや、分かった、森友学園にずさんさがあったのは事実だと、払い下げんですよ。じゃあ同じ一筆の土地のそれは西側だったかな、で東側に全く同じゴミが埋まっている一筆の土地ですから、公園用地があったんですよ。その払い下げは民主党政権の時2010年3月に払い下げが行われているんです。で国の税金がもう 100% 入ってます、ほぼ。
で、それを配ったのは民主党政権です。その時の副大臣は辻元さんです。じゃあ、同じようなことが言えちゃうよねと。いや、僕は辻元さんが悪いことしたなんて一言も言ってないですよ。こっちが疑惑というなら、こっちはもっと疑惑でしょっていうことを言った。で、なぜ私がこっちはもっと疑惑でしょと言ったかというと、辻元さんこう言うんですよ。それは契約をしたのは2010年3月だけど、予算を決めたのは、ね、2009年の5月でしょと、麻生政権でしょと、だからこれは麻生政権の責任よって言って逃げたわけです。じゃあ、麻生政権のその2009年5月、不動産鑑定行われてましたか？これ、国交省が確認してくれた？ね、行われてましたか？それだけでいいですよ。国土交通省、真鍋住宅局長。野田中央公園の不動産鑑定についてでございます。豊中市に確認いたしましたところ、平成21年4月のそもそも補助金の要望の時点では不動産鑑定は行われていなかった。で、その後平成22年2月の補助金の交付申請にあたりまして、不動産鑑定が行われたというふうに聞いております。委員長、見てください。野田千康君。あ、委員長、だから麻生政権の時は単なるこの経済対策の積み上げの、まあ言ったら要望額みたいなのを聞いただけですよ。だって経済対策を作るときには地方に聞かなあかんでしょ。その時のやり取りを挙げて麻生政権の責任だと言って逃げたわけです、辻元さんは。でも今あったように実際に申請をして、要は不動地下にゴミがあると分かったのは調査報告、地下のゴミの調査報告が出たのは2010年、政権交代後の2010年1月なんです。で、2月に不動産鑑定をし、で3月に契約ができたわけです。もう民主党政権じゃないですか、全部。だから僕はずっと逃げるなと。東側に問題があるというなら西側はもっと問題だ。東側は不動産鑑定がずさんだと言って安倍政権は叩かれたわけでしょ。西側不動産鑑定やってないんですよ、14億を決めたときには。でもそれはだから決めたのは2010年1月2月3月なんです。それを嘘ついて逃げたんです。だからそこだけは明らかにしておきたいと思います。だから籠池さんがちょっとせっかくだから検察、法務省来ていただいてます。籠池夫妻の判決関連の公務員等にかかる捜査の状況を教えてください。法務省保坂大臣官房審議官。まずお尋ねの補助金等の詐欺事件につきましては、本年2月19日に大阪地裁で被告人籠池康弘につきまして懲役5年、被告人籠池真美につきまして懲役3年5年間執行猶予という判決が言い渡されたものと承知をいたします。またお尋ねの財務省職員などによる告発事件、対する告発事件につきましては平成30年5月31日に大阪地検が被告発人らを不起訴処分としまして、その後一部の被告発人らに対する検察審査会の不起訴不当の議決を受けまして大阪地検におきまして再捜査を行いましたが、令和元年8月9日に再度不起訴処分としたものと承知をいたしております。足立康君。こういうことで、森友学園これだけ国会を騒がせた、私はね、あれだけの時間を使ったんであれば総括しとかないと僕らの責任ですよ。あれだけの国会の時間を浪費をした、ね、だから僕はこの2つの面で責任を果たしていきたいと思ってます。あれだけの時間を使った責任、国会議員700人いる中でこのあれだけの非生産的な時間を使った責任を果たそうとしているのは僕だけじゃないですか、700人の中で。僕は2つ必要だと思ってます。1つは公文書管理です。これは確かに問題があった。だからこそ我々は公文書管理法の要は廃棄という、公文書管理における廃棄という概念自体を廃止する公文書管理法改正案を提出し、憲法に今会計検査院がありますがあんまり機能してませんが、同じように国立公文書館を憲法機関化して公文書管理の理念を憲法にも書こうじゃないかということを言ってます。もう一つは
不動産鑑定等がずさんであったことについては、森友学園はずさんでした、野田中央公園はどうしようもないぐらいひどかった。辻元さんの言う通りであればね、言う通りであればやってないんだからね。私の仮説は全国の国有地払い下げがひどかったという結論なんです。たまたま光が当たっただけで、その中にそれ、そうですよ、不動産鑑定っていうのは高度成長期、日本が高度成長をずっとしてくるこの戦後70年、さまざまな事業をやってきた。それいろいろちょっと微妙な方々が寝転がってたりするわけですよ。その時にどうやって道路を通すんですか。お金を積んだわけですよ。どうやってお金を積むんですか。それも不動産鑑定のところで丸めるしかないじゃないですか。まあ、極端な話、そこにない建物をあるかのように偽装して除却費を積むとかね、まあ、いろいろやってきたわけですよ、日本社会は。で、別にそれ悪いと悪いけど、もうそういう時代じゃないんだから。だからもう、だからそれをね、森友学園って言って騒いだ人たちはもうどうしようもないけど、我々国会議員、まあ、赤羽大臣も、僕は赤羽大臣はもう閣僚の中でもピカイチだと思いますね。私がね、いろいろこう質問したときにね、いろんな人、公明党の先生方でもね、お叱りいただいてね、で懲罰動議いっぱい出てきたんですよ。でも赤羽大臣はね、僕は守ってくれた。いや、守ってないから、守ったって怒られるね。筋として、今、筋とおっしゃった。筋として足立さんの言ってることは間違ってないと言って、そのまま発言を続けさせてくれたんですよ。もう天才ですね、赤羽大臣は。赤羽大臣、でもね、僕が言ってるのはそういうことなんですよ。結局、日本社会の海を出し切っていく作業はね、実はこれからなんです。公文書管理もそうです。そういう公正さ、事業の公正さを徹底する。国交省はカメラが追っかけてくるから徹底してやってますよ。でも、地方にそれが今広がってる。大阪はちゃんとやってる。なんでか、まず橋本さんがいた、松井さんがいた、吉村さんがいた、しっかりとした政治家がいればそれちゃんとできるんです。でも法治国家ですから、人治じゃありませんから、首長が誰であっても市民の税金、府民の税金、国民の税金がおかしなことに使われないような、法治国家をこれから作っていく作業は僕はこれからだと思ってる。それを大阪でもどこでも日本中でやっていく作業は、これからまさに維新の会と、ね、公明党でやらないと、ね、ちょっと今日、まあ、森友学園事件って何だったのかということを私の私見を申し述べましたが、ちょっと大臣、最後にちょっと今日の私の30分を総括いただいてお願いしたいと思います。赤羽国土交通大臣。足立委員のご意見は多分、まあ、現場を歩かれてのご発言だというふうに思いますので、しっかりと、まあ、尊重をさせていただき、まあ、ちょっと大臣として、それ全面的に受けがたい内容ではありますが、しっかり、まあ、法治国家であるべき、というのは全く正しい、ことでありますし、我々も一政治家として、歪んだ方があるならば、それしっかり、直していくというのは、まあ、私はその立法府の立場としてはそうだということを肝に銘じながら、まあ、政治家活動をしていかなければいけないと思います。以上、足立康君。もう時間が来ますので、終わりますが、辻元清美さんとはいろいろありました、ね、いろいろありました。でも私がずっと言い続けてきたことはもう一貫してるんです。もう今日申し上げたことを言い続けてきただけなんです。懲罰動議ですよ。でももうね、ああいう万年野党の人たちを相手にしてる暇は私たちにはありません。これから実川副大臣はじめね、やっぱり自民党の皆様としっかり4つに組んで、日本の未来をどっちへ、どういう日本社会を作っていくのか、こういう正面から自民党と維新の会、まあ、自民党、公明党と維新の会で、まあ、公明党にはぜひこっちへ来てほしいんですけどね、ぜひ競い合いながら、新しい日本を作っていくことを誓いして質問を終わります。ありがとうございました。多くの方、ありがとうございました。すみません。これにて足立康史君の質疑は終了いたしました。次に。